皆さんこんにちは、むちゃと申します。アイドルホースマカヒキが大人気ということでですね、どうやらあの噂っていうのも本当だったようで、いや昭和マカヒキの未来っていうのは明るいですね。涙の川崎氏とのダービー制覇、そしてね、紆余曲折あっての8歳での復活の勝利、まあ本当にね、ドラマ性のある現役時代を送ったマカヒキさんですけれども、果たして10歳での商売入りっていうのはね、どこまで評価されるものなのか、本当に商売としてねやっていけるのかっていうのはね、いろんな意見があったわけですけれども、蓋を開けてみればしっかりとね、人気商売の一途っていうことが言えるでしょう。先日ですね、許容しているレックスサートの種付け頭数っていうのが発表されまして、マカヒキは104頭もの頭数っていうのを集めました。もうこのスタリオンで第3位の頭数なわけですから、まあ本当にね、十分初年度から期待の持てる頭数が集まったと言えるでしょう。さらにさらにですね、こちらの記事によりますと、マカヒキさんはですね、その頭数だけではなく、その質っていうのも素晴らしい馬っていうのが配合されておりまして、ご覧ください。来年は G1 レースを5勝したアパパネットの子も生まれる予定ですと。いやー、これはね、まさに夢の金子さん配合が本当だったっていうことになるわけですね。いやー、もちろんね、競馬ファンとしては実現してくれたら嬉しいなと期待する声は私も含めて大きかったと思いますけれども、まあやはりね、もうバリバリの牝馬三冠馬、そして産駒からも赤い鳥の娘というね、 G1 馬を輩出しているわけですから、まあしかもサンデーフリーっていうね、幅広く付けられる血統背景っていうのもありますから、まあなかなかね、やっぱり現実的な評価としては耐え付けろ50万円のマカヒキっていうのはね、どうなんだろうっていう見方もあったわけですけれども、やっぱりね、そこは両馬の馬主である金子さんが夢を叶えてくれたということになります。いやー、本当にこれはね、期待しかないですよね。もうそれこそね、牝馬三冠馬とダービー馬の配合っていうことだけ聞けば、迷うことなきクラシック候補ですからね。いや、白毛の G1 馬に続きまして、今度はね、マカヒキ産駒からの日本ダービー馬、ディープから続く3代制覇っていうのも夢見てしまうところです。まあ、ただこれがね、アパパネだけじゃない可能性も十分出てきたと思いますよね。金子さん繁殖の中で最も評価しているであろうアパパネにつけるっていうわけですから、もう本当、本場外でも金子さんは繁殖っていう意味でもかなりの数当ててますからね。それこそワンチャンスブチコとかの配合っていうのもありえなくはないかもしれないですね。まあ3での 3×3 にはなりますけれども、まあブチコに限らず白毛一族の一頭とかっていうのは十分考えられるんではないかなと。あとは来年で言うと、まさに最近引退が発表されたルビーカサブランカなんかも十分考えられるでしょう。まあもうムードインディコの品系でね、重賞勝ち馬、そしてハーチキンカメ、もう繁殖として当たることほぼ間違いなしの馬ですけれども、今晩は3での地が4代目に行くことでマカヒキと配合してもね、もう美しい3での 3×4 のみという配合に出来上がりまして、いやー、これまたね、見られたら本当に楽しみだなといったところですね。ということでね、マカヒキの物語はまだまだ続きそうということで、いや非常にね、楽しみになりました。まあとはいえね、金子さんだけではなく日高や、そしてもしかしたらノーザンもつけてるかもしれないからこそ104頭っていう頭数までは行ったと思いますんでね、どういった内訳になってるのかっていうのが本当に楽しみですね。まあやっぱりその前世紀の能力って言えばね、勝馬として成功している里のダイヤモンドやリオンディーズ、ディーマジェスティにも勝ってるような馬なわけで、まあ決して世代レベルは低くなかったっていうこともね、ちょっとずつ先にスタッドインした馬たちが証明してくれてるとは思いますし、まああとはシンプルにね、日本ダービー馬50万円で付け合えるって、まあ当然ながら現時点で一番安いかと思いますからね。それこそエイシンフラッシュが80万円するわけですからね。まあやっぱここら辺考えると、本当お世辞抜きでつける要素っていうのはある馬じゃないかなと思いますね。まあその全盛期の能力が産駒に引き継がれるのか、引退時の能力が引き継がれるのかっていうのはね、難しいところであるんですけど、ただ最近のやっぱモーニンとかゴールデンバローズとかの活躍見てると、まあその馬たち結構晩年はね、結果を残したわけじゃなかったですけど、やっぱそのデビュー数戦の最初の頃は本当に日本のトップレベルで走っていて、まあ、やっぱり結果も残してるっていうところを考えると、まあ、マカヒキもね、まあ、まさにその早熟性を発揮してね、クラシックを狙える馬っていうのも十分されてくれる可能性はあるんじゃないかなって思いますけどね。まあ、8歳児の復活の勝利は万世っていう見方よりはもう
やっぱ陣営さんのなんとか復活その一勝をっていう思いがさっと勝利っていう風に思ってますので、まあ少なくとも万世ではなかったと思うんでね。まあ成功する可能性をね、これだけ秘めた馬を50万円っていうのは元に魅力的だと思います。でですね、他の人気馬たちもちょっと見ておきますと、オメガパフュームさんがですね、こちらもね、新勝馬っていうことになりますけれども、もう一気にレクサットのトップっていうことになりました。本馬もマカヒキと同じく、いつ勝馬入りするんだっていう風にね、なっていたというか、っていうか一回ね、もう勝馬入り取り消しになったぐらいの、なかなか評価が分かれる馬だったんですけど、それが蓋を開けてみたら、一番人気になるわけですから、まあだから勝馬評価っていうのは、本当一気に変わっちゃうんですよね。もうこれはもうバリバリね、ダイレクトにクラシックダート三冠競争が発表されたのが効いてるでしょう。もうご存知のように大井で行ったら歴代最強クラスの馬でしたからね。東京大賞典4連覇、そして3歳児のジャパンダートダービーでも2着があるっていうわけですから、もうバリバリそのシリーズにね適した勝馬っていうことが言えるかと思います。スウェプトオーバーボードはレッドファルクスなどいろんなタイプを生み出す馬ではありましたけど、やっぱハーチゴールダーリュールはそういうダート中距離勝馬ですし、でこのお母さんも優秀ですよね。自身もダート中距離で3勝を挙げた馬ですし、ファンクも全てダート中距離の勝ち馬でして、まあほんとねそこに特化した母系も持ち合わせてるということで、まあ非常に今のトレンドに即した馬かなと思います。そしてゴールドドリームも今年は単位作り180万円まで上がりましたけれども、相変わらずの大人気。ただこれまではもう単位付け数全体でもトップぐらいの210頭とかつけてたんですけど、そこから考えると一気に落とした感じにはなりましたね。まあ多分単位付け量がアップしたっていうことと、もう他にねウィルティックチャージとかみたいに輸入勝馬がどんどん導入されてるっていうところがありますんで、そっちにちょっとね捉えた部分はあったのかなと。ただ最近ですね、私はやっぱりその母地の勝馬としての重要性も結構感じているところでして、で実はこれゴールドドリームとマカヒキっていうのは同じ母地フレンチデプティっていう勝馬になりまして、いやこれも今後ね当たってくる可能性私はあるんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ、まさにフレンチデプティって言ったらストームキャットやアンブレドルズソング級とは言わないものの、まあ、少なくとも日本にいた勝馬の中ではもうトップレベルでハーチとして当たってる馬でして、もう勝ち馬率4割とかねありますからね。でまさにこれまでっていうのはその現役馬としてねハーチフレンチデプティの活躍馬っていうのは非常に多かったところありますけど、今後そういった馬たちが勝馬になって、まあ、来る流れがあるわけですね。いやこれはやっぱり私は見逃せない流れかなと思っていて、で実際あの鈴鹿洪水も、まあ、先に勝馬入りを果たした馬っていうことになっておりまして、で、まあ、私何度かご紹介しているように非常に、ね、コスパのいい走り、まあ、優秀な成績を収めていると思うんですよね。あんまり評価されてないかもしれないですけど、もう中央で勝ち馬率 46% とかありますからね。いくらグランド牧場さんがバックアップしてるとはいえ、やっぱこれは高い数値だと思いますし、もう地方においては勝ち馬率 80% とかね、 AI も 1.7 とかっていうのはやっぱり成功してるっていう風に見ていいと思うんですよね。でなぜこうなったかっていうのを考えた時に、やっぱ現役実績で言ったら重賞1勝の馬ですから、まあ、そこまで高くなかったわけで、まあ、やっぱりこれにはね血統が大きくかかってるのかなって思った時に、私はやっぱジャイアンツ構図よりもフレンチデプティが効いたからじゃないかって思ってるわけですね。やっぱ他のジャイアンツ構図で後継がそんなにぶち当たってるわけでもないんでね、やっぱこれはハーチを見るべきなのかなと。ということで、まあ現役実績にしてもですね、素晴らしいものがあるゴールドドリームとマカヒキはそのハーチのねフレンチの良さも生かして、まあベリーズ高く走る参考を出してるんじゃないかなっていう見方をしております。特にやっぱマカヒキもこの地でダートでね潰していく可能性っていうのは十分あるんじゃないかなって思いますね。まあ、ディプティミニスター系がね最近不景としても当たってるように、母系に入ってもいい可能性はあるんじゃないかなというところですね。そしてですね、ロゴタイプも70頭に上がってきましたね。これもまたねファンの多い馬ですから嬉しいニュースだったかなと。ロゴタイプは今年からレックススタッドに車大スタリオンから移籍しておりまして、まあ、やっぱり評価的にはちょっと落ち着いた面もあったのかなっていうところもあったんですけれども、まあ、ただね今年に入ってから、まあ、やっぱりその当たった時の一発の凄さっていうのはまた証明してくれてますんでね、水戸の王にオメガギネスといったね、それこそダート中距離で
重賞 G1 級で走れる馬っていうのが出ていると。で、牝馬ではね、芝でラブリー・ユア・エズやシカゴ・スティングのような、まさに2歳 G1 や桜花賞参戦できる馬も出ておりまして、まあ本当10万円の勝馬としては、本当に夢のある勝馬ということは言えるんじゃないかなと思います。やっぱほとんどの馬がアベレージも低くて、オープンとか勝つ馬も出ないっていう状況に陥りやすい中、ロゴタイプは確かに率は低いけど、当たりくじはしっかり入ってる勝馬っていうのは言えるんじゃないかなと思います。で、他、ビーチパトロールが初年度3区が評価されての頭数っていうことになりましたけども、57頭と、やっぱりなかなか評価されたとは言いづらい状況ですね。まあ初年度3区の勝ち上がり率、15% ですからね。まあ、なかなか厳しい数値となってしまったかなと。やっぱ本番を見ていてもアメリカの芝での実績、アーリントンミリオンとかブリーダーズカップっていうのは本当素晴らしいものの、日本で評価できる成績かって言われるとちょっと疑問なところはあると思いますね。しかも本場はそんなにダートも潰しが効いてない感じになっていて、ちょっと扱いが難しい感じになってきてしまってますね。ただ個人的にはこのレモンドロップキットっていう父が悪かったっていう風には見てなくて、まあそれこそレモンポップの父でもありますけど、まあ本場の場合は血統っていうよりやっぱその実績的にね、ちょっとやっぱ日本と合わないタイプだったのかなっていう風に見ております。レモンドロップキットの直視自体はね、結構走ってるわけなんでね、ハーチとしても結構な活躍馬は出ているわけですし、やっぱり基本的には日本の相性はいい馬だとは思っておりまして、まあレモンポップはね、まあボケもいいですし、そしてダートであれだけの実績があるわけだから、やっぱビーチパトロールとはまた違うタイプの馬なんじゃないかなとは思っております。あとはちょっとあまり見慣れないかもしれないんですけど、ストラクターっていう新勝馬もね、いらっしゃるんですけれども、なかなか輸入勝馬の初年度が29頭って、ちょっと珍しいぐらいの少なさですよね。まああんまり馴染みがないっていうところがあったのかもしれないですけど、ただ結構日本と合いそうなものは持っていて、それこそ父のパレス・マレスはあのジャスティン・パレスのお兄ちゃんで、ハーチはジャングロー、そしてドゥレッツァのハーチとしても熱いモアザンレイディで、まあただ確かにね、現役実績はまさにアメリカの芝 G1 一勝っていうことになりまして、ちょっと気になるところであるかもしれないんですけど、まあでも2歳戦のね、 BC ジュベナイルターフを勝ってるっていうのは、まあヨーロッパ馬も出ていた中での勝利ですしね、まあある程度の早熟性とスピード能力は証明したことにはなるのかなと思っていて、まあそういう意味ではね、まあ日本のトレンドには合っていて面白い馬なんじゃないかなって思いますけどね。あとは地方の星スーパーステーション、カニヒキルの後継としてもかなり貴重ですけれども、5頭を集めておりまして、ちなみに本馬も鈴鹿コーズウェイと同じくグランド牧場関係馬でして、結構繁殖自体はいいんじゃないかなって思いますね。グランド牧場さんはこういう自分の血も非常に大切にして、しかも結果も出すっていうところが本当にすごいですよね。でパクスアメリカーナ、もう黒船のね、血をつなぐのはこの馬しかいないような状況ですけれども、1頭と、いやこれちょっと寂しいですよね。もうちょっと集まっていいのかなって思いますけどね。もしかしたらなんかあったのかもしれないですけれども、やっぱりマイルでのスピード性っていうのは非常に高い馬でしたからね、順調に使えてれば G1 でも上位に来れたような馬かなって思っておりますし、また品系もね、お姉ちゃんにそれこそマイル G1 馬ホエールキャプチャーなんかもいますし、いいと思うんですけどね。まあ、ただ確かにハーチがサンデーサイレンスっていうところはね、ちょっと配合相手を狭めるところではあったのかも知れません。ということでね、リックスタートの単付け頭数発表でした。どうやら馬鹿引きは馬娘等にはなっていないようで、ほんとディープや金亀に並ぶね、待ち焦がれてる一頭なんじゃないかなって思いますね。まあ、とりあえずはね、勝馬としての好スタートが切れたということで、嬉しいニュースだったかなと思います。おそらく岡田スタートの生産馬とかもね、いることでしょうから、私もノルマンディ等で出資がね、できたら嬉しいなと思います。しかもやっぱ種付け量安いですからね、それに比例して募集額も基本的には安くなると思うんで、結構やっぱりね、見どころのある馬だと思うんですけどね。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。